はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die というわけでやっていきましょう。ちょっとインベントリーの中がぐっちゃぐっちゃしますが、いつものことです。じゃないじゃない、そうじゃない。このトラックの中、みんな全部写して、今日も探索行こうかなって思ってたんですよ。なんだけれども、ちょいとフェラルホード来るなと思って。98がフェラルフォードなんです。なのでちょっとやばいなということで、フェラルフォードの準備をしていこうかなと思ってるところでございますね。600やりすぎたら150でいくか。とりあえずで、どうしようかな、フェラルフォード。ちょいとね。うわ。すんげえ音鳴ってんな、ここ。一回上から見てみようか、一回。何がどうなってるか把握してみよう。よいしょ。なるほど。壁がありますね。なるほどですね。壁があります。これ、あ、思い出しました。お家を作ろうって言ってた気がするよね。そうだよね。そうだよね。お家を作ろうって言ってたよね。入り口は2個あるんですけど。ん？あ、ここブロック設置できないんだね。はい。そしたら、私、どうしようか、こっち、どっちゾンビ受け入れるかだな。壁壊して直接来る可能性があるからやだなんだよね。かといって壁外にこれからの、2マスの穴を作ると多分ゾンビそっから落ちてめんどくさいことになりそうだよね。ふぅ、それを踏まえるとちょいと誘拐1マスを掘っといた方がいいな。2マスではダメだ。よいしょ。ゾンビが下にはまる可能性を考えると、上が殴られる高さじゃ良くない気がする。でその間にちょっと地上レベルのこと考えようか。トラップ祭りにしたいんだよ。トラップハウスに俺が手を下さないで進むぐらいの。だから警察官デモリッシャーあたりを対応するだけでいいような感じのね、作りたいっていう感じかな。どうしようかな。前の俺のアイディア忘れちゃったね、完全に。ここに2マスある限り見ると、とりあえずはスプリット、あ、これこれっすね。これでアロースリットか、アロースリットでちょいと誘導する気はあったみたいだね。でもって入ってきたゾンビを仕分けしたいよね。仕分けっつうか、まあブレードトラップ、ブレードトラップでシャンシャンされるのを見たいので、シャンシャンしまくりの、なおかつ俺はリペアできる場所にいたいから。
ことは一回壁沿い全部走らせるかザムよ。そうだね、フレードトラップでミックスしつつ、で前回を踏まえるとゾンビはあのスリットを無視してくるやつがいると。64体ですから、もう一回32体かな、うん64体、待って、32体って俺どうなったんだっけ、あれゾンビめっちゃ入ってきてたよな、力技で抑えた感じだったもんね多分ね、交互にあっちゃこっちゃ行けながら防御してたから。なんでまあどうしよっか、64体でも64体したら多分ゾンビバカなって面白くないんだよね。ということで64体でいきますか。バカなって面白くないからそれでいきますか。それで一回行って面白くないねってしてから32体の賢いゾンビでやるか。まずこっちでそのまま壁沿いに走らせて、こうしてこれ今ゾンビのルートね。でこっちもあえてスペース離しとくか。うわー、ジャンプしてくるゾンビ出てくんな俺な、ジャンプしてくるゾンビ出てくるわ。これはもう心折りにこれにするか。いや俺は家の内装を考えてるんだから、どうしようか。これだとダメだよな。え、こうやってゾンビ間通ってくるのかな、見た目がよろしくないな。なんか面白いフレームねえかな。ポコポコさせる。なんかない。ピラミッド。普通にこれ柱立てとくか、諦めて。はい、諦めた。で、ゾンビあっち行きます。行きます。多分こうだよな、そしたらな。違うな、こっちだな。こっちいるか。こっちはこれでいくか。で、ここが壊されたら困る場所。え、気づいてしまっとくか。届かない。こうだね。こうだね。こっちでシャンシャンして。見えないねこれね、こうじゃないな、この形をどうしよう、これだ、これで割ってこっちか、こっちを変えた方がいいか、これでかちっこいけど、こうしてリペア届くなら縦置き、ま
あ、いっか、縦置きだ、あっちは。あ、いいな、なんか。いっぱい置いたら楽しそうだね。そうしよう。え？でも1ブロックしか入らないから、横と縦はどう、混在できないんだよね。そうだよね。混在できないね。いや、こっち欲しいよね、やっぱりな。こっち絶対美味しいよな。こっち。そしたらこっち無理だね。こっち無理だね。一個ずらすしかないね。こうだね。そしたらこのこっちだからこれだね。ここですね。一回こっち上がれるようにしとこうか。よいしょ。そしたらこっちやるからダメだね。終わったね。設計ミスだ、一番す。うわ。じゃあ入り口一番すなしにして、こっち、あった方がいいよね。ここのプレルトラップは見たいよな、さすがに。届かないんかい。これはもう譲らないでいいだろう。プレルトラップを置いて、なるほどね、ここ回収不能か。あーはあ、回収しなければいいか今は。じゃあとりあえずこっち置きますね。こうやってね置きます。ちょっとなんか分かりやすいブロック置いとこう。ブレードトラップです、これが。ブレードトラップ置きました。シャン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 。残り壁設置でいいな。壁設置シャンシャンして、シャン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 で、こっちもシャン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 してして、どれぐらいあれば64体耐えるんだろうな。そしてゾンビがバカにならない程度に来てほしいけどな、絶対これ。ジャンプしてきそうなゾンビいるよな。壁壊してくんのかな。壊してきたら終わりやな。壁壊してきそうだよな。しかし、嫌だけど来てしまいそうな気がするわ。よいしょ。どれぐらいの範囲にしてるかだよ。64体だろ。マジスチール持ってなくてよかった。スチールウォールにするとこだったわ。しかも完全に無駄な場所。わお。
思いつきで作り始めたからな。電気ビリビリとかもさせたい。ビリビリとかもさせたいよね。こっちも評価しとこうか。お、もう一枚す。ビリビリシャンシャン今度。いや、決めなくていいか。いいや。ここら辺に復旧ルート作ってあげないといけないかな、ゾンビの。それじゃないと、バカになるやつ出てくるよな。こっちだけで、こっちまででいいか。何個トラップ必要だろう。6個ぐらい必要かな、さすがに。前回3つ4つじゃん。しかもなんかこれ仕事してなかったよな。あ、だって届かないもんね、ここね。こっちが一応仕事してたけども、そこまでって感じか。これに至っては何がしたいかわからないから拾おっか。いや、いいわ、あいつ回すための道だわ、道だわっていうか、なんていう、配線するための場所だね。こいつは仕事してたよね。でも外側だからちょっと仕事してなかったっていうことなので、内側にある。うん。今回は内側に設置するから正解だね。やはり横置きの方が良さそうだな。そしたらこの方式をいくつか設置しよっか。2マス開けでいいんだよね、多分ね。そうだね、こういう感じだね。せめて3機は最低必要でしょう。6機かな。怖い。めっちゃ抜きとる。めっちゃ抜きとる。やめてやめてやめて。なるほど。こっちはちゃんとルートができてることが判明しましたね。めっちゃ抜きてた。犬の声にビビって何も考えられなくなってた今。やばい、どうしようってなってたもん。外に出るには出た瞬間殴られるしなっていう。何も考えれないって怖いね。なんだ、弾薬サイズ15あるじゃないか。勘違いしてたわ。
ちに俺がいて、こっちら辺ね、こっちら辺に俺がいて、ゾンビが来る、通る、これぐらいはでいけるってことやな、つまりな。もう1マスぐらいにしとくか。こうだな、やるとしてもな。でショートカットが怖いんで、2マスは隙間空けましょうね。今日はね、今日はつか今回は、じゃあつなげない空間部分をこの、おいおい、まあいいや、ハンドガンに対応するわ。びっくりしたびっくりしたびっくりした、やばい、めっちゃジャンプしてた俺、椅子の上で。出てから倒そうって、こっちら辺にいるんだろうと思ってたら来てたわ。椅子の上でピョン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 してた。3回ぐらいジャンプして、ゲーム内でもジャンプしようとしたけど、こっちに引っかかってジャンプしてたって。ちょっと何をしたかったっけ、ちょっと忘れたよ。あ、これだ。これで空洞部分も一応こうやって確保しとこうっていう話よね。これはもうこのスプリットのブロックじゃなくて、スプリットじゃないんだっけ、アロースリットじゃなくて、これでいきます。ちゃんと空洞でいきます。今回は空洞予定地です。2マス開けて、ここだよね。おえやん、ええやん、ええやん。位置的に完璧だった。よしよし。なんか今削りだよ、なんとそれ。なんだろう。気のせいです。で、こういって。うわぁ、ゾンビかわいそうだな、ここ。つらいなぁ。内側にすればよかった。電気ビリビリできねえな。もう縦ビリビリやるか、縦ビリビリ。そうやな、こっち空洞だったら下に設置したらリペアできるよな。もう一番そこ掘り下げといた方がいいのか。ちょ待てよ。というかエリアのこと考えたら、こっち側もう結局このラインか。もうそっち穴開けてそっちで受けたいではあるけども、裏のな、あのブリッジがコスト高いから。現実目ね、俺がいる場所はここら辺だよな。え、こっち戻すっていうのありかもね。ダメだな、多分ゾンビショートカットしそうだよな、こっちに向かって。うん、ダメだ、こっちは空洞にしよう。どっか危なそうだ。間違ってつなげたものにしちゃいそうだ。どっちにマスも削っとかないといけないんで、こんな感じだね。
見ますゾンビちゃんと。いや起きれるかな。こっちでスローダウンできればこっちで攻撃できるかな。なんかゾンビスローダウンさせる方法ってある？ジャンプぐらいしか思いつかねえな。ジャンプ。落とすもこっちで。こっちジャンプして入ってこさせて落とす。で、ついでに俺こっちから殴る。多分ここゾンビ、詰まるように仕向けたら詰まるんで、あ、待って。俺ここってもしかしてだけど。はぁ、あ、切削可能エリアだわ。トレーダーの縛りから剥がれてるわ。外れてるわ。ってことは、つまり設置もできる。ゾンビって走ってんじゃん。走ってるゾンビジャンプしたらどうなるのここで。え、こっちでさ、こっちになんか置いてジャンプさせたらどうなるの。怖っ。殴りそうか。殴ってくるかな。え、ちょっとやってみたいな。どうする。何で試す。こっち、こっちちょっとコストかけていいか。再建築する。こっち、こっち変な形にする可能性あるのかな。どうしようか。入り口として、まあなんか入り口っぽくなるからいいか。なんかいいのあるかな。それこそこれでアーチ作るか。こんな感じで。ゾンビジャンプするんだっけ。こうか。ちょっと入り口のセンスがないかもしんねえ俺。それでいいな。それそれダサいけどそれでいいな。そうしよう。ってことはこうだね。はい、オンフェイス。こうしよう。あれ、なんか違う。ちょっとなんか違う。なんで。あは。わかったわかった。そしたら一回ペラッ。ペラを設置して、こオフィス、うわっ、角ブロックないのでは。そうだよ、これぐらいしかねえ。ってことは、ってことはだよ。この斜面で作るしかないんだよ。ってことはそれも違うんだよ、形。おいおいおい。シンプルでいいっす。あれ、シェイプか、これ。シンプル、これです。こうだね。
いいかな。ちゃんとおしゃれなってる。建築センスというの皆無だから、箱しか作れないんだから、だから大きな箱しか作られないんだよ。結論から申し上げて、ダサいダサいまあいいや、まあいいや、はい。どうせ入り口おかしくなんないし、こんなプレートなんか置いちゃって。こうですね。そうだよね、こっちでいいんだよね。こっちのブロックにやっちゃうとゾンビの入れる空洞がないっていうことになっちゃうもんね。よし、というわけでちょっとテスターの犬の声がした気がする。え？空耳？やっべ。いや、するよね。え？空耳？俺の。ん？待って、やばい、俺やばいかも。うわ、いるいるいる。よかった、俺空見んじゃなかった。びっくりした、空見んじゃなかった。犬がブロック壊してるの音するなみたいな。おはよう。君は入ってこれるかな。てて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 。お、いいね。いいね。あ、破壊コストこっちの方が安いんだ。そうなんだ。ちょっと大回りするだけで来れるのに破壊した方がいいみたいな。みょーん、どうしようかな。君帰ってくれない？一回帰らそう。デスターになってもらうために帰らそう、あいつは。その間にちょっと考えよう、何かを。どうしようかな。一応入り口は成功ということでいいかな。ジャンプ二段重ねにして落とすか、やっぱり。ちょっと落ちてもらうか。そうするか、やっぱり落ちてもらうか。あー、でもこれ、結局そしたらこっち、ええー。いや、こっち引っかかるだろう。引っかかる方がいいんで面白いだろう。でも今の感じなんかスムーズに着地してたよな。もっとスマートにピョーンって長い感じにジャンプはしないのかもね、ゾンビはね。で、スタスタスタで来る。もう一回ストレートジャンプさせて、間引くっていうのすごくありだけどな。
間引こうか。そして間引く、いや引っかかる作戦やりたいけどな。あ、そっか、今俺が考えてたことをやると今度また二択になるんだ。俺今幼稚園ブレルトラップつけたら面白いんじゃないかって思って王が思ったんですよ。そしたら俺がここに殴るっていう作戦がまたできないっていうことになるよね。殴ったらブレルトラップ当たっちゃうもんね。そうだな、それは困るね。どうしたものか。やはりこっち行きます。内側でよかったな。どうせゾンビインコース攻めてくるもんね。このフレーム壊すだけ一応できるっちゃできるのか。で、こっちにポール立てて、こっちゾンビの通るルートにして、こっちにポール立てて、ビリビリ、ビリビリシャン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 みたいな。いや、ダメか。ダメですね。シャンシャン、あの、ポール立てた時点で、そこも足場になっちゃうから、ゾンビ来ちゃうね。やっぱ上下かな？フェンスはポールはね。フェンスポストか、ポールじゃなくて。じゃあこのままでいいかもね。ここまで行きましょう。こっちで俺が攻撃しまくる。俺が間引くという作戦はどうしようか。キャンディーでも刺しまくる。これこそ槍か。槍攻撃速度どんなもんよ。間違ってパワーアタックしなければ大丈夫だよな。ちょ、ゾンビフェラル来ねえかな。フェラルじゃねえわ。ノラホード。ノラホード来たらこれでテストできんだけどな。スタミナ結構減るね。これでもゾンビプッツンできそうで、プッツンっていうか。どんぐらい強いんだろうか。投げてなくなるから使ってないんだよ、俺。ゾンビ探しに来ました。お邪魔します。一発、二発。待って、槍バフがついてる、なんか。30% って書いてある、30% って。クイックストライクって書いてあった、今。何なんだろう、今の。槍オプション。弱い。こんなんじゃフェラルホール無理だわ。あ、痛い。ここ消えたやないかい。違う。やれ。え？やり関係ねえな。投げる距離が 20% 長くなります。やりのダメージが上がって。クイックストライクってなんやねん。え、クイックストライクってなんすか？
や、俺撮ってねえんだよ、まずこういうの。これいいな。クイックハンド。マシエテ、あ、スタンバトンいいですね。スタンバトンいいですね。スタンバトンでいきましょうよ。スタンバトン効果ある？これ。なんて書いてある？敵に死をもたらすあなた。スタンバトンを持った感電者です。プラス 50% のダメージを与え、敵の気絶時間 100% 長くなります。これいこう。俺はスタンバトンだ。俺はスタンバトン。俺はスタンバトンじゃない。俺はスタンバトンではないけど、スタンバトンを使おう。ちょっとクイック、もう一回までやるか。もう一回までチャレンジ。待って、何ボタンを押すかだけ。 N だな、 N。 N じゃねえな、 B だな、 B。 B を押す、 B を。 OK。 お、待って、こっち合わされる。おー、ゾンビいるやん。ビビ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 ビ、連続ヒット、連続ヒットまでしか読めんかった。もう一回までチャレンジするか、もう一回までチャレンジするか。でもさ、もう弱いんだよね。もう間違いないんだよね、それに関しては。全然死なねえんだもん、無改造とは言えど。最高 30% まで何が増えるの？おおおおおおお。ヒットごとに 10% ダメージを与え。致命的コンボだって。どっちやねん。何のスキルなんだこれ、ほんと。槍についてる？なわけねえよな。何のスキルじゃらほい。ピッキングしかスキルとして取ってない。スカルクラッシャーが出るはずないもんな。スレッジハンマーだもんな。セクシャルティラノサウルスも関係ねえよね。スタミナ消費。あ、こっちだな、そしたら。こっちで変なのが発動してるんだ、きっと。槍ハンター、これだ、絶対。連続ヒットを決めるとさらなるダメージを与えます。これだ。高速連続ヒットとみなされると、ヒットごとに 10% のダメージを与え、最高 30% まで上がりますって。パワー攻撃は倒れている敵にさらなるダメージ。パワーって投げるやつでしょ、ダメじゃん。ダメです。サイレンサーにダメージペナルティがない。テクノロジー中毒、すべてのロボットを放題、弾薬を一気にクラフトしましょう。アレッチの財宝、いらないな。これ楽しそうって思ったけど、どうせ銃だよな。どうせ銃だよな。だって意味ないから。これいいな。20% の確率で一発で鉱石が出るって。一発で壊れるってことだよね、多分ね。超強くねっていう。スタミナメーターを回復させるんだって。バットか。バット弱いもんな。倒してもだなっていう。バーラント7番目の呪い、短期間に敵をヒットした7番目の非武装攻撃や 300% 試しいらないかな。燃える焼き盛りでダッシュ時にスタミナ回復がプラス 20%、武装の負荷は来ません。これいいよね。燃える森に、なんか、なんていうの、拠点構えたら強そうだよね。
6まで来とるぞ。玉か。なんか、最後の一発2倍のダメージ、スーツを着てると受けるダメージコーパー。なんか、全体的にあんまりだね。ハリトイと、軍服をクラフト。ナイトストーカー。やけど？薬莢やけど。至近距離からの射撃は武装をもろともしない。ケミの貫通弾撃クラフトする。うん。特殊効果あんのかな、これ。あ、武装 20% 無視してって書いてるね。出血ダメージを起こします。悪くない気がする。大体これ近接でしか使わないから。あれ？俺の恩恵があるようなスキルないんだね。スタンバトンとかなんかねえかなとか思ったけど、ないんだな。ないらしい。キュイーン、キュイーン。どっか行っちゃった。ズサッてズサッた。かっこいいな、こうやってこの色があるの、かっこいいな。キュイーン、プシュン。うわーって、めっちゃ飛ぶやん。ヒュー、帰ろう。あれ、うちどこ、あっちか。トレーダー、昼なってたのにもう夜じゃん。ってことは俺も1時間やってる。やりそう。昼なってたのにな。キュイーン、プシュン。え、待って、めっちゃ飛ぶんだけど。やば。やば。ちょっとだけ、やり投げ競争していい？45度。45度だっけ？ 60 度だっけ？やり投げの角度。30度だっけ？あ、距離出ねえじゃん。距離出ねえ。あ、出たわ。30メーター飛んでるな、さすがに。さすがに、やり投げ選手ほどは飛ばないらしい。でも、飛距離伸びるスキルあったから。70メーターは飛ばないな、それでも多分。何をしたかったか忘れたわ。槍で遊んでたね。あ、そう、スタンバトンにしようっていうことを決定いたしました。次の武器、スタンバトンも予備があるのかな。星4しかないかな。星4じゃ、星なんてないわ。リアリティじゃねえんだ。リアリティでは合ってるわ。4しかないのかな、俺スタンバトン。6の品質、6のやつ見かけた記憶にございませんって言って最近スタンバトン見てないもんね。まあいっか、星4でも。星4じゃねえ。もう品質4でも。読んでいこう。うん、チャージされてる。チャージされてないのでいいから、今ちょっと遊びたいから俺。全部チャージされてる。あれ、まあいっか、これで。そうしたら、おお、帰ってる帰ってる。おお、これは強いね。え、超強くね、これ。これ
フェラルホール楽しみですな。これはフェラルホール楽しみですな。え、やばい。超楽しみすぎる、フェラルホールは。でも多分、詰まったゾンビが。暴動起こすよね、多分ね。でも壁の向こうだから何が起きてるかわからないっていうこの恐怖よ。え、これ超楽しみじゃない？あ、チャージした分どこ行った？最後チャージされてたやん。どこ行った？それはやばいぞ。アップデートでバグったのでは？やっぱおかしいもんな、これがチャージされてるのって。じゃあ被験者1号探しに行こう。あ、チャージされてねえじゃん。チャージされてねえじゃん。チャージされてねえじゃん。どこ行ったんだよチャージ。おいおい、チャージ。ちょ待って、いいわいいわいいわ。そしたらいいわ。わかったわかったわかった。帰れ帰れ帰れ。お前らは大切な被験者なんだから今後。チャージされてねえじゃん。なんだよなんだよ。じゃ逆に絵が消えてただけか。久しぶりだな、なんかこの姿見るの。いやこれマジ強えな。普通にこれの角にさ、トラップ設置するだけでマジ強いよな、どう考えても。まあ64体だったらさすがに抜けてくるんだろうけど。いやいいと思います。ちょっと巻いて次の武器決定しましたね、フェラルホードの。パルサー作ろっか。スタンプとパルサー。チャージヒットでゾンビを吹き飛ばします。これやべえだろ、やべえだろ。ちょっと作ってこよう。俺作らなかったっけな、一個作ってないからないんだろうな。チャージヒットでゾンビを吹き飛ばしましょう。キノコたちが育ってる。持てるかな。持てるね。なんか刈り取ってるみたい、ちゃんと。でもね、じゃがいもこうやって刈り取ってるように見えるけどね、じゃがいもって土の中にあるんだよね本当は。表面の草かったところにはもう来ないんだよな。引っこ抜かないと。いいよ。わっ、じゃあ草を捨てて。アロエマジ大事だからな。じゃあアロエ増やしとくべきかな。ほんと傷を負った時アロエないとどうしようもないもんね。まあ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 、いっぱいあったわ、大丈夫だわ。こんだけやれば。当分どうにかならないでしょう。
やっぱり石からっぽなってる。じゃあまだ大丈夫か。5515。これで足りる？合ってるかな？誰か来てる。1分だって。待って、テスターになってもらう、あいつには。貞子じゃないよね、さすがに。あ、貞子かも、この声。ただこの気がする。キャンディーとかいらないよ、キャンディーとか。いらないちっちゃ、いらないって言っちゃった。実際石見っけた。実際いらないんだけどね。前回ね、建物の中に俺チェスト忘れ、違う、チェスト、建物の壁にか、壁にチェストあったの忘れてきちゃったな。コメントで教えてもらったら。まあまあまあ、取り忘れであってね、取り忘れだったり、今あの時間タイムに飛んだ時にね、コメントから一瞬このスレッジハンマーを置いてきたのかと思ってヒヤッとしたよね。よし、来ました、パルサー、パルサー。さあ何が起きるか。てってん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 、ゾンビはどこにいるかの問題は。もしかしてマツコが殴ってた。うん、もう地下まで来ていらした。取れねえし、ここやっちゃってるやん。これゾンビ上がれるようにしたつもりだったけど、やっちゃってるやん。もうこ怖いな、この感じ。え、実は家の中にいたりして。ホラーやん。いや、存在確認できないの怖いんだが。つか家の中スカスカっぷりが半端ないんだが。ひどいな、この家。相当悪質な解体会社。解体会社じゃない。何これ。改築？リフォーム会社だね。相当悪質なリフォーム会社に当たったのか、もしくはリフォーム途中なのか。ゾンビいなくなりました。どうしよう。テスターを置いといて、またあっちへ遊びに行くか。じゃあ今日これ遊んで終わりにしましょうか。何これ。
ビビるわ。音よ音。びっくりしたわ。素振りしただけなのにって思った。パワータックでいいんですよね。ゾンビさんいませんか。至急静止から元までお越しください。いないですね。2回行きましょう。お、いるいるいる。はいはいはい。ヒュン。え、ちょっと飛んだけど死んだね。ちょっと広いところで戦おうか。感電もちゃんとするわ。え、どっちがいいんだろうこれ。とりあえず今のは分かってんのは、飛んだ時に死んでもチャージが残ってるっていうことだな。今のなんかバグかなこれは。ちょっと広いところこれで、こっちこっちこっち。おい、落下ダメージなんかないよね。大丈夫だよね。これチャージされてるのかな。見た目はチャージされてるけど実質されてない気がする。解放済みな気がするよね。うん、うーん、どうなんだこれ。ビューンって俺側に飛んできたの今。ちょっと待って、飛ぶ方向設定されてないです。これちょっとリスクだね。俺側に飛んでくるのリスクだわ。いらないかなパルサー。バシッバシッって書いてあるぞ。ダメージがちょっとの目だけだな。その場でビリビリやった方がいいよね多分ね。そんな気がする。いや、この方が邪魔だろ。飛んでいかない方が。あ、いいね。これでいきましょう。なしで。パルサーなしで。パルサーは、必要な場面があまり思い浮かばないね。クリアリングしてるとき必要かってちょっと思ったけども。感電してるときは殴るタイミングであって、飛んでったらワンテンポ遅れるもんね。ちょっと使い道がないかもしれない。しかも飛んでいく方が一定じゃないっていう。ちょっと残念。残念もっとですよ俺からしたら。封印感電防止と何つけよっかな。感電防止と、あ、トレダー行こう。トレダー開いてないからまだ。感電防止と、感電防止じゃない、なんだっけこれ。そう、フェラルの回復防止とスタミナ軽減かな。ウェイトヘッドついたりしねえかな。石ありとかいらなくね。
スチールマジェットが入ってるって思ったら色だけかい。あ、あった、これ、これこれがつくかどうかだね。はぁ、ついちゃうのか。これついちゃうのか。気絶させたり動きを鈍らせる効果が追加される。これ強いけどな。いやでもさ、燃やしたいよな。あ、あ、つかないのね。あ、つかないのね。それはまあ仕方ねえわ。ちょっと燃やしたかったな。ちょっと燃えたらめっちゃかっこよかったのにね。燃えないんだね。マジか。残念だわ。これが燃えてたらマジやばかったのにな。残念。さすがに属性攻撃はできないということで。今日はこれで終わりにするか。トレーダー開かないもん。あ、どうされた、びっくり。次回どうするか。何も進んでねえな、おい。考えてたら1時間経ってんのに何も進んで、はぁ、やっちまった。実はこれ撮る前に10分ぐらいの動画をボツにしてるっていうね。何も進んでねえけど、この武器は面白そうっていうのが分かったから、いっか。まあ、そのためにね、98? フェラルホード 98?99?8 ですね。明日フェラルホードっすね。また当日じゃん、もう、ほぼほぼ。いや、大丈夫、あと2時間あるか。1時間ちょいか、あと。ちょっと考えておこうかな。あっ、こっちでビリビリしたら面白そうだよ。ってことはこっちの下削らないといけないのにいます。で、なおオープンしたからオープンで売ってく、売って勝ってしよう、売って勝って、売って勝ってして、何を買うかは知らないけど、売って買ってしよう。これいらないよね。槍は売らないか。じゃあこんだけ売ってこよう。取れたー。よし、受け取れるクエスト報酬は。あっ、どうしよう、 SMG。 まあ、どっか高いし、値段的な意味でも。うる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 、撃った。なんか後ろに撃ってないかな。スタンバトンの品質6とかあったら買っちゃうけどな。劣化速度、振るのが速くなるとかないもんね。ないかな。本もないしね。チェーンソー、ハンター改造パーツ。お、バッターの構えがある。バッターになるか知らないけど、お、アーチェリーがある。コンプリートしたいな、どうせなら。そろそろ劣化が遅くなる。お、ノックダウン確率上がる。これは良さそうだね。使わないけど。というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしましょう。ちょっと何も進まなくてすいませんね。64点受けるには考えないといけないから。どうするかね、本当にね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。どうしましょう。